のゼにてアイルランド人の父とイタリア系アメリカ人の母との間に生まれアリゾナ州通村で育つアリゾナ大学卒業後日本でモデルとして活動する傍ら英語講師をしていたその後シカゴに移りジェレミー・ピベンの両親が経営するピボンシアターワークショップにて演劇を学ぶ1997年以降数々のテレビドラマに 出演するようになる。2005年にテレビドラマ、グレーズ・アナトミー・恋の解剖学に、デレック・シェパードの妻・アディソニアクで出演。当初は5話程度のゲスト出演の予定だったが、視聴者からの反響が大きく、レギュラーキャストに昇格となった。ウォルシュ演じるアディソンの人気の高さから2007年より、スピンオフとなるドラマ、プライベート・プラクティス迷える大人たちで主演を務めている。 2007年9月1日に20世紀フォックスの重役アレックス・ヤングと結婚した。2008年11月22日から別居し、2010年に離婚が成立した。ウミガメ保護活動やバラク・オバマ大統領候補の応援演説など、社会的、政治的活動を盛んに行っていることでも知られる。ありがとうございます。